はい、同人生活です。ということで、今回のレトロゲーム枠はこちら、サイレントヒルということでね。なんでこれをやることになったのかっていうと、まあ、とりあえず、あれですよ。初めての 「やってください」っていうのをね、もらったんで、やっていきたいと思います。ノーマル。ボーン。すごい、バイオハザードみたいな感じですけど。ということで、さっきまでのオープニングはおそらく、ここまでの経緯を語ってたんだと思います。この後またあんのかな？だいぶ前に一回やったけど、もう忘れちゃったな。何？ なんで走ってんの、ハリーは。 何このロードは。シェリル、どこへ行ったんだ？おかしい。静かだ。静かすぎる。まるで人のいない街のようだ。シェリル。シェリルってのは、娘さんで、主人公のこのハリーは、休暇を取るためにね、深夜、道を走らせてたんですけども、なんか、よくわかんない人がバインって飛び出してきて、まあ車ね、バインってなっちゃったと。これ、ちょっと待って。あ、これで左右に移動して、ちょっと待って、カメラってさ、カメラってどう？ここの地図は持っていない。いや、まあそれはいいんだけど。カメラは、あ、カメラこれか。これがカメラリセットね、オッケー。何したらいいんだっけ？何したらいいんだっけっていうか、広いんだよね、確か、サイレントヒルは。ここ入れたっけ？入れないな。お？足音。つか、このゲーム声なかったっけ？なかったのかなぁ。 覚えてないですけど。おっと、シェリルが。声あるやん。さっきのは心の中で言ってたから声が出てなかったってことか。つうかね、ヘッドホンがね、いよいよ壊れ始めてきたような気がするんですよ。 Hey, wait, stop。 このヘッドホンね、かれこれ何年だ、もう6年ぐらい使ってんの？ 6 年以上使ってんな。そう、もうさすがに 6年以上、8年ぐらい使ってんのかな。なんかものすごい使ってるんですよ、東京にも持ってきて。いやー、もうね サタデーナイトゲームショーを撮ってる時にね、急に音がちっちゃくなって、何これ、ゲームバグったのかなとか思って、ゲーム終わった後にちょっと端子をね、いじってみたら、戻ったんで、もうそろそろガタが来てんのかなみたいな。だからね、バイトも入ったし、お金も入ったことだし、それでね、うわ、グロ。お肉がプチャってなってる。ね、ヘッドホン、パソコンを買う前にヘッドホンを買っちゃうのもいいかなと思いましてね。なんだこれは。こっちはいけないのね。つか、こんな唐突なゲームだっけ。わ、気持ち悪い、このグネグネ視点。ぐねってるね、だいぶぐねってるね。こんな唐突に始まったかな、覚えてないな。 覚えてないからこその違和感っていう感じなんですけど。わ、おかしい、暗くなってきたな。ないよりはマシか。ライターでしょうかね。おっと、サイレントヒル特有の、つうか雨になってない？わ、車椅子が、壊れた車椅子だ。なぜこんなところに。
いや、いいね、サイレントヒルは、この雰囲気が。いや、昔のサイレントヒルにね、戻ってほしい感じですよね、最近のやつは。あ、ここ開かないのね。これは？人が入ってるみたい。これは？よし、じゃあこっちか。すげえ、カメラが。カメラ凝ってるよね、これ。ほんと恐怖演出をね、うまくやってる感じだよね。まあね、言っても俺恐怖耐性がやたら高いからあれなんですけど、そう、このね、醜さっていうかね、この、なんだろう、上から誰かに見られてるっていうのかな、そういう不安を煽る視点だよね、グネグネして。キモさっきから一体どうなってるんだ。本当にそれ、なんでこんなものが。これは、はあ、やめて。なにこいつら。どうすんだっけ。逃げるんでしたっけ。痛い、死ぬ。おい、多くない。あ、やられた。Was I dreaming? How do you feel? Oh, like I've been run over by a truck. But I'm all right, I guess. Glad to hear it. You from around here? Why don't you tell me what happened? Wait a second, I'm just a tourist. I came here for a vacation. I just got here.I don't know what happened. I'd like to find out myself. Uh-huh. Have you seen a little girl? Just turned 7 last month. Short, black hair. My daughter. Sorry. The only person I've seen in this town is you.Is everybody? I'd tell you if I knew, believe me. But from what I can tell, something bizarre is going on. That's all I know. What's your name? Harry. Harry Mason. Sybil Bennett.I'm a police officer from Brams, the next town over. The phones are all dead, and the radio too. I'm going back to call in some reinforcements. Hold it. Where do you think you're going? My daughter. I've got to find her. No way.It's dangerous out there. In that case, I need to find her now. Cheryl's my little girl. I can't just leave her out there by herself. Have you got a gun? No. Take this, and hope you don't have to use it. Now listen to me.Before you pull the trigger, know who you're shooting. And don't do it unless you have to. And don't go blasting me by mistake. Got it? Yeah, thanks. You'd do best to stay nearby. I'll be back with help as quick as I can.
はい、ということで拳銃を手に入れましたけども、拳銃渡してきてくれたシビルさんもね、拳銃渡した後に拳銃持ってたっていう。あ、地図だ。住宅地の地図がある。撮ります。なんか後ろで飛んでた。ピンボールの台だけ特に気にすることはない。で、セーブがね、このメモ帳なんですよね、確か。いつか誰かの目に留まるかもしれない。今までの奇妙な出来事を書き記しておこう。新規ファイルにセーブ。OK。カフェにセーブできました。ということで、いつもはね、15分ぐらいやるんですけれども、ちょうどいいところにセーブがあったので、ここら辺で終わりにしておきたいと思います。実際のプレイタイムは4分なんだけどね、最初のムービーが効きましたね。はい。ということで、次回からプレイ動画の方が長くなると思いますので、よろしくお願いします。それではこれからサイレントヒルをやっていきたいと思いますので、どうぞ、見たい人は見てください。それでは続きはまた次回。それじゃ、またな。